動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日も久保哲郎がお送りします。どうもよろしくお願いします。今日はですね、私の高校の時の大門高校っていうんですけども、この大門高校のね、同窓生ではないんですけども、一つ上の先輩ですごくね有名な方がいらっしゃいますんで、ちょっと紹介しようかと思ってね、こちらに来ていただきました。で、大門高校で本当に有名だなと私が思うのは、宇宙戦艦ヤマトの羽原信義監督なんですけどもね、この前も福山に来ていらっしゃって、ちょっとねお顔をお見かけしてすごくね興奮した覚えがあるんですけども、まあ、そのね大門高校の中でも、まあ、この人も有名だな、すごい人だなと思う人、この小川沙羅さんに来ていただきましたんで、今日すみません来ていただいたんで、簡単にどんなことをされているのかちょっと自己紹介をしていただけたらと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はじめまして、大門町で大門鍼灸整骨院をやっております小川沙羅と申します。主な治療としては鍼灸治療とか骨盤矯正、あと交通事故治療のことを従事しております。よろしくお願いします。はい、はい、小川沙羅さんでですね、大門高校の同窓会でね久しぶりにお会いしたんですけども、実はね私の、まあ、お嫁さんのゆかちゃんもね会話していただいたりとか、母の方もねお世話になったりとかして、なんかすごい地域でむちゃくちゃ有名ですね。そうですか、ね、いえいえそうでもないですけど、あの大門で民謡の教室があるんですけども、はい、生徒さん皆さん知ってらっしゃってね、そうですね、うん、関わった方もいらっしゃって、はい、大門高校って有名人が多いなと思うんですけど、他に有名な方ってご存知です？私よりかなり後輩になるんですけど、うん、金子くんっていう俳優さんがいらっしゃるんですけど、はいはいはい、あの方が今20世紀の、はい、石原裕次郎、はいはい、オーディションでなんか最終選考まで残って、うんうん、すごいこう有名らしいんですけど、はいはい、その人 の、 お母様が、うちの方に一応に来られまして、そうです、ね、すごいこう素敵なお母様で、一緒にまだ残ってるんですけど、はい、でも今も、ね、活躍されてるので、はい、テレビ見るたびに、あ、金子くんだみたいな感じで、あ、なんかね有名人ポロポロ出てるんですね。出てますね、うん、いや、小笠原さんも有名なんですけどね。いや、そうなんですよ。小笠原の夢です。いや、とんでもない恐縮でございます。私なんてね、足引っ張りでございますけども、まあ、有名といえば今ね、世界中で流行ってるものすごく困った病気がありますよね。そうですね、うん、それでね、マスクとかがもうこの街も手に入りにくいっていうふうに聞くんですけども、そういうふうなね、施術とかされていて、マスクって必需品じゃないですか。はい、マスクの方では困られてないです？そうですね、マスクの方やっぱ在庫がだいぶ少なくなっているので、うん、少しずつこう大事に大事に使ってながらやってますね、はいはい、うん、はい、でもやっぱりこうなくなっていく不安とかありますよね。私もね、昨日なんですけども、ドラッグストア行ったら限定1個で売ってたんで、ちょっと買ってきてみたんですけどラッキーでしたね。はい、ラッキーでした。小笠原さんのところでは専門的なマスクとかっていうのは何種類か扱ってらっしゃるんです？うちはそういったマスクではないんですけど、うんうんうん、シートマスクですね。シートマスク、顔のマスク、ペタッと貼るような感じ。そうですね、ほうほう、はい、こういう整形マスクっていうんですけど、整形マスク、はい、名前の由来が整形したような感じの仕上がりになるっていうマスクというと、はい、美容とか、まあ、健康というよりも美容ですかね、どっちかって言ったら。そうですね、なんかシワがピンとなったり、顔の形がちょっと小顔になったりとか、はい、それなんか素敵じゃないですか。ちょっとそれ教えてくださいよ、はい、それ普段は使われてるんですよ。あ、そうですね、最近扱い出したんですけど、うんうん、再生医療の方ですね、はいはい、今携わっていまして、はい、例えばこう幹細胞培養液というものが入っております、はい、こちらのマスクの方で 1% 入ってまして、はい、で効果がすごく高いんですね、まあ、そういったシミとかシワとか、はい、あとほうれい線だとか、そういったのとかに今日すごく効果がありますので、うん、私もすごい肌が綺麗になったんで、ちょっと主人にも褒められちゃったんですね。あ、確かご主人さんお若い方でしていらっしゃったんですよね。そうですね、実は主人13歳でしたすごい、はい、あ、やっぱりこれを使ってではないですけども、元々の美貌もあるんですけども、はい、さらにこれは効果を高めるものとして、はい、整形マスクっていうものがあるんですけど、これはやっぱり女性の方が結構使われることが多いんですか？そうですね、主にやっぱ女性の方が多いですね、うん、あとまあ最近営業の方とかね、はいはい、男性の方とかも結構美に興味がある方があるので、何とか感じでちょっとお休みいただきますね。はい、でもこれなんか婚活とかの必殺技として使えそうですね。あ、絶対使えますね。あ、本当ですか。はい、やっぱりお肌に自信があると、うん、女性もやっぱり自分で自信を持てるようになりますので、確かに確かに、はい、そしたらこう自分でも積極的にこう婚活に、うん、行こうかなってなりますからね。それ大事ですよね。すごい大事ですね、うん、やっぱ着る服とかも変わってきちゃったり、あ、やっぱりこう気分が上がってくると明るい服を着
着たくなりますし、はい、ちょっと露出が高い服とかも着たくなるので、そしたらやっぱりセクシーに、ね、見えたりされるので、はい、そしたらこう男性が寄ってきたりですね、はい、逆にこう自分からこう行くようになったりして、やっぱりこうポジティブな感じになりますよね。気持ちの面すごい大事ですよね。大事ですね、すごく大事です。じゃあこのマスクを第一歩としてちょっと自分の気持ちを切り替えて、はい、自分の、ね、姿形をねちょっとこう自信を持てるように、はい、もうマッシュアップしていこうかなと思ったら、はい、こういう第一歩って非常に大事だと思うんですけども、はい、このマスクについてはちょっとお問い合わせとかねどういうところですればいいんです、はい、うちの方にお電話いただいてもいいんですけども、はい、こちらの動画の方にまた連絡先の方貼り付けてますので、はい、こちらの方を見ていただければいいかなと思います。あ、そうですね、はい、動画の説明欄から、はい、ちょっとメールかなんかいただけるようにちょっとしておきますんで、はいはい、そこら辺から連絡いただければなと思います、はい、ちなみにこれちょっとあれですけども製品なんで、はい、もったいないと思うんですけども、はい、1個ご覧の皆様にお見せしていただいていいですか。はい、ちょっと開けてみます、ね、はい、すいません、はい、お願いします、はい、でこういうマスクはねなかなか今手に入りにくいということなんですけども、小笠原さんのところに行くとこの家ね健康のマスクも大事なんですけども、もう美容のマスクでねもう10歳20歳若返っちゃうみたいなものがあると思います。こんな感じでこうビトビトなんですね。はいはい、あこの、はい、このビタビタの化粧水かなんかが秘密なんですね。そうですね、この中に美容液の中に幹細胞培養液が入ってます。幹細胞の、はい、今医療再生医療で結構有名なんですけど、はい、幹細胞培養液で自分の肌のアンチエイジングですね、はい、そういったものができるということで、はい、まあ、要するに若返りですよね。若返りがすごくできて、あ、なるほど、顔の形にこれ切ってあるわけですね。あ、そうなんですよ。でペタッと貼って、はい、しばらく仰向けで休んだりするんです。あ、そうですね、まあこれ結構ペタッと貼れるものなので、うん、あなるほど、こんな感じで、はい、もう密着度がすごいですよ、はい、なのでこのまま家事したり、はい、洗濯とかしたり、はい、色々とか作ったりもできますので、はい、まあ、一番ベストはやっぱりお風呂上がりが一番いいので、うん、お風呂上がりのいい状態でこうペタッと貼ってもらって10分ほど休んでもらう形ですね、はい、なるほど、はい、じゃあ幹細胞培養液が肌の中に浸透して、はい、ギュギュッと小顔にしたり、はい、もうこのシワをねなくしてくれたりとかして、はい、もうなんかこれワクワクしますね。そうですね、もうこれだけでもう整形したような美しさになれるという、はい、それぐらいのキャッチフレーズなので、はいはい、すごくこうおすすめになりますね。なるほど、はい、だから小笠原さんとか有名なんですよね。ありがとうございます。いや、はい、本当に今日はありがとうございました、はい、短い動画だったんですけどもね、はい、ものすごい内容が良かったかなと濃かったかなと思います、はい、ぜひねお問い合わせの方いただければと思います、はい、どうも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。